こんにちは、ルーアップ TV 徳良です。本日もよろしくお願いします。今回は心待ちにされていた方も多いであろうエンダースキーマーより2021年秋冬のアイテムが入荷してまいりましたので、そちらの中から私のおすすめを3つご紹介いたします。では早速、まずはひときわ目を引くこちらのロープサンダルからです。こちらはアッパーソール、アウトソールに至るまで全てオールブラックで統一されておりまして、とてもクールな印象のサンダルです。かなり厚底になるんですけども、ソールの弾力性とクッション性の良さによって抜群の履き心地です。こちらはぜひ一度履いてご体験いただきたいんですけども、空気の上に乗っているような感触さえあります。そしてインソールのかかと部分にはカウレザーを使用しておりまして、エンダースキーマーのブランドロゴが金文字で刻印されております。履いている時は見えないインソールの部分にまで抜かりなくレザーを使用されているあたりが、ものづくりに対する情熱、こだわりを感じていただけるかなと思います。そして最もご注目いただきたいのがこのアッパー部分です。こちらは編み上げられたポリエステルコードを使用しており、まさしくロープの形になっております。通常のサンダルのアッパーというと足の甲をすっぽりと覆うような形状が多いんですけども、こちらは素足で履くとほとんどが露出するような形状になっております。アッパーにロープを使う型破りで柔軟な発想は、未だかつてない新しいサンダルの形を提案しております。またこの黒いロープの中に散りばめられた白い部分、見えますでしょうか。こちらは実はリフレクターになっておりまして、暗闇で光を当てると光を反射し、ドットのような模様で輝いてきます。ただのデザインとして終わるだけでなく、そこにギミックを盛り込むあたりが非常に男心をくすぐられるポイントです。ファッション的なかっこよさと機能美を兼ね備えた唯一無二の一足になっております。夏場はこんな感じで素足にラフに履いていただくのがおすすめです。足元のボリュームが減ってしまいがちな季節だと思いますが、これ一足でインパクトある足元を演出できるかなと思います。季節の変わり目でしたらソックス履きしていただいても全く問題のない形状です。オールブラックですから、色や柄のあるソックスでもうまくはまるかと思います。では続きまして、こちらのナイロン巾着ハット、こちらもユーモアと独創性のあふれるアイテムです。ご覧いただいているように、現在はチューリップハットの形をしておりますが、こちらの付属されているドローコードを絞ってみますと、このように小ぶりの巾着に生まれ変わります。バッグとハットという全く異なるもの同士が一つのアイテムで表現されています。他にはない柔軟な発想力と、それを実現してしまうブランドのパワーにただただ驚かされる仕上がりです。素材は光沢感のある3レイヤーナイロンを使用しており、非常に軽量かつ頑丈で、撥水性もございますので機能性は申し分なしです。デザインは癖のないチューリップハットの形で、どちらもベーシックなカラーですので、普段ハットをかぶらない方にも挑戦していただきやすいかと思います。これからの時期増えそうな野外でのフェスやライブの際、またアウトドアでのシーンでのご利用が特におすすめです。そしてハットとしてのご利用はもちろんのこと、外出中に手荷物が増えてきた際には脱いでいただいて巾着バッグとしてご利用ください。先ほども申し上げたように軽くて持ち運びも便利ですし、また撥水性もございますので、急な雨でも荷物は守られます。単純にバッグとしての利便性がバッチリです。またドローコードは先ほど紹介したロープサンダルと同じものを使用しておりまして、こちらもリフレクターの仕様になっております。そしてこの裏内側ですね、こちらにはエンダースキーマのブランドロゴが刻印されたレザーパッチを使用しております。ブランドの大きな魅力であるレザーの経年変化もお楽しみいただけますので、長く愛着を持って接していただきたいです。機能性とデザイン性が絶妙なバランスで融合した、こちらも石押しのアイテムになっております。続きまして、こちらのピックジェットキャップ、こちらはエンダースキーマでは定番のアイテムです。通常はスポーツやアウトドアの場面で使用されることが多く、カジュアルに寄ったイメージのあるジェットキャップですが、そんなアイテムに柔らかなスウェードレザーを採用するところが非常にブランドらしく、とてもユニークな仕上がりです。シルエットは浅めのボディに平面のつばで、オーソドックスなジェットキャップの作りです。ブランドの中では主にバッグに使用されることが多いこちらのスウェードレザーなんですけども、とても柔らかく滑らかな肌触りで、
かぶっていても全くストレスを感じません。レザーの帽子というとどうしてもその重量感であったり素材の硬さが気になる方もいらっしゃるかと思うんですけども、こちらはカジュアルなキャップの使い勝手の良さやかぶり心地の良さをそのままに上品な印象だけをプラスしております。サイドには通気口も設置されておりますので、今の時期からのご着用も問題ないかなと思います。夏のスタイリングには軽やかさを、秋冬のスタイリングには上品さをプラスしてくれる二面性を合わせ持ったアイテムになっております。程よい抜け感とレザーの上質さが絶妙なバランスです。より抜け感の出たこちらのカーキは、普段アースカラーの洋服が多い方のコーディネートにぜひ差し込んでいただきたいです。名脇役といった具合で重宝間違いなしです。そしてこちらのブラックの方はよりクールな印象で、暗めの洋服が多い方に素材で違いを生み出すスタイルやカジュアルななりすぎない外しのアイテムとしておすすめです。それでは今回のご紹介は以上になります。本日もありがとうございました。